私はこの2月11日紀元節にカフへ到着したんであります。到着後のアメリカの状況はだんだん国防の充実、対英援助という方面に熱が高まってまいりまして、最近ではますますこの国防の方に力を注いでおりまして、あるいは近い将来に参戦するかとも言われております。日本に対しましては、私が参った頃はやはりいろいろの懸案もありましたが、だんだん最近の状況は日本が枢軸国の一員たる関係上、アメリカのこの戦備の向上とともに日本に対しては相当風当たりが強いのであります。内地においてもいろいろ内外の事情が緊迫しておって、ますます挙国一致奮闘努力を要する時と思いますから、皆様がますますご自重ご健康のほどば、ワシントンから切に祈ってやまんしだいでございます。外苑競技場、全日本学徒が種奉行を練り意を競ったこの聖域に、10月21日朝まだき出陣学徒総行の式典厳かに挙行。君に召されて戦いの庭に出立つ和光堂、今日こそは帰り見なくて遥かに球場を要拝し立てまつる。私は中心より諸君のこの門出をお祝い申
申し上げる次第であります。もとより敵米英におきましても諸君と同じ一旦若き客とが戦場に立っておるのであります。諸君は彼らと戦場に会いたい、役においても戦闘力においても必ずや彼らを圧倒すべきことを私は深く信じてとなるのであります。客と主人の直で幸福せなる。はめて愛国の中将をわずかに学園の内外にのみ言葉知らしめ得たりしていらは、ここに留学なる戦士を包帯して留学軍務にしたのを売るに至れるなり、兄寒風攻撃させないや、せいら今や剣的必殺の銃剣を引き下げ、責任人区の超人剣さんを挙げて、ことごとくこの光栄ある住人に捧げ、精神持って岩石を撃滅せん。せいら元より生還を期せず、誓って幸運の毎日に報いたせまつり、必ず各位の国体に本格担当する。別の昭和18年10月21日、国民学校代表、国民のめでたき生徒に登れるところの第一歩に当たります。諸君と共に正常の万歳を心の底から賛賞いたしたいと思います。天皇陛下万歳！万歳！神風特別攻撃隊の基地に海軍基地航空部隊指揮官福留中将は訪れて親しく送る最後の言葉、菊はまさに飛び立つ時を待つ若き神和紙、磁石として敵艦と差し違えんことを祈る。敵艦船はこの海面にある。地図を指して語る勇士の合言葉は失中の二次につき、愛機に向かって急ぐ最後の駆け足。進発、進発。ただこの日を期して隊員たちは激しい訓練を続けた。実戦にも増した激しい訓練を続けた。そして今訓練さながらに突撃の時は来た。手を合わせて一億の神は祈る。必中の成功を。帝国党を共に終始東亜の解放に協力せる諸明邦に対し願の要表せざるを得ず、帝国臣民にして先人に死し職域に順次悲鳴に倒れたる者及びその貴族に思いをいたせば、ご内ために策かつ戦勝を追い最下を被り家業を失いたる者、法制に至りては陳の深く信念するところなり、思うに今後帝国の多くべき苦難はもとより尋常にあらず、汝臣民の中将も陳よくこれを知る。しかれども陳は自分の赴くところ耐え難きを耐え忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。